砂が目に入りやがった。風が強いからな、気をつけろ。でも口の中もジャリジャリする。フルル、飛ばされないでね。主婦の外も当たり前のように風が吹いているんだな。よもの風集う谷っていうくらいだもんね。ミハグサールは風、残るガナスハロスが水だ。治水、火風、光、闇、闇だけがレナに属し、残りの5つを五稜で分担か。やっぱり土地によって集めやすい属性があるのか。それもあるだろうが、おそらく鋭同士の衝突を避けるのが分担の最大の理由だろう。自分たちの王を選ぶために同族で戦うことはしないんだな。数で劣る我々の同士討ちは無意味どころか危険だ。とはいえ不干渉が建前に過ぎないのはメナンシアで見た通りだが。それで結局追い出されちまってるんじゃな。だとしてもことが簡単に運びすぎている気がする。スルドを見つけて問いただせば済むことだわ。行きましょう。あの巨大な輪っかはなんだ。どう見ても自然の岩には見えないぞ。行く先々で変わった眺めに驚いてきたけどよ、だんだんそれが普通って気がしてきたよな。あれはおそらく我々が300年前に持ち込んだものの名残だ。あれが？あ、つまり機械かなんかだってことか。あんなバカでかいもん一体何に使ったんだ。ダナの精霊力をねじ曲げたんだよ。リンウェル？おかしいと思わない？国によって集める精霊力が決まっているなんて。本来精霊力はそこまで属性ごとに偏って存在したりしないのに。スルドブリガのために作り変えたのか。なんでそんな途方もない真似してまで。だが今のレナは優れているとはいえ、そこまでの力があるようには見えない。それともレネギスやレナ本国には可能なのですか。私もレナの全てを知っているわけではない。だが確かにあれほどの規模のものは見たことはないな。だとしてもあれだけのものをやってのけた連中を相手にしているってことは覚えておいた方が良さそうだな。キサラって料理から武器の手入れまで本当何でもできるよね。リンウェルも少し見習ったらいいんじゃねえの。むか。必要なら教えるぞ。私もほとんどミキウダ兄さんに教えてもらった。裁縫や洗濯も？ああ、兄さんに教えてもらった。随分器用な人間だったんだなミキウダは。私はいつもそんな兄さんの後ろについて気になることを聞いては困らせていたよ。あ、そういえばラギルと一緒に猫の育て方も教わったな。ラギルってミキウダと一緒に金砂の猫にいた人だよね。髪の綺麗な。髪の手入れもミキウダ兄さん直伝だ。私はこの衛兵の訓練でかなり傷んでしまったが。十分綺麗だと思うけど。そんなミキウダもさすがに化粧までは君に教えられなかったようだな。いえ、教えてくれようとしました。ただ私が訓練の時間を優先しただけです。冗談のつもりだったのだが。ミキウダをよく知っているのはキサラだけだから何とも言えないわね。本当のところなんて本人にしかわからないからな。
あら。うん。の。はて。なるほど。なんと。ほう。ちょっと。やったぞ。あら。いいの。どうかしら。うん。の。まったく。おや。そんな。やれやれ。うん。の。何？うん。の。うん。飛んだ誤算だわ。その割に灰を開けているのはさすがと言うべきか。アルフェン、お前の服少し匂うな。洗濯はしているのか。うん、そういえばしばらくしてないな。よければ洗っておこう。後で着替えたら渡してくれ。あ、ありがとう。助かる。ローとリンメルも服にほつれがあるぞ。そりゃ戦ってんだから服くらい破れるって。でも面と向かって指摘されるとちょっと恥ずかしいかも。シオンも。私に触ると危ないわよ。そうだったな、すまない。裾が汚れていると痛かっただけだ。そこまで気にしなくてもいいんじゃないか。旅をしていれば服も汚れるさ。よくはない。服の乱れは心の乱れと言うだろう。うわ、めんどくさ。君はこの絵をやめた割には以前の習慣が抜けないようだな。習慣？この絵兵に習慣があるの？規則正しさ、潔癖さ、まあそのようなものだ。そんなに変だっただろうか。普段通りにしていただけなのだが。善意はわかるけど先の長そうな旅だからな。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないか。そうか。別に無理をしているつもりもないのだが、皆を構えさせてはしょうがない。気をつけよう。ああ、洗濯物と繕い物は後でまとめて出してくれ。今夜のうちに仕上げてしまいたいからな。肩凝らないのかね。
武器の素材になるぞ。けど我慢してよ。町の外はさらにひどいありさまだな。家も何もかもめちゃめちゃだ。鋭に勝つためとはいえ、これは
絶す氷の炎火だ。決戦行フリーズランド。絶火中なんで早くなお待ち、私が絡むぞ。最後まで油断はするなよ。もちろんそんなつもりはない。炎よ巻き込め。交流連火弾行くわよ。バラバラにしてやる。アグナレイ決めて。ノー動きを止める。息の根止める。光を貫け。さすがの突進力ね。シオンの弾と合わせれば敵なしだな。森もにぎわってきたかな。これだけ遺跡が残ってる。
あ行くぞ。くらえ。終わり。私の後ろに回れ。やめろ。傷を治すわ。絡めとる。こういう連。火の精霊ですよ。バーンストライク。凍てつく氷の槍を決めてやる。こういう連合だ。なんとか乗り切れそうだ。最後まで油断はするなよ。もちろんそんなつもりはない。やれるぞ。今だよリーメル。こっちハンマー。やったね。リーメルのおかげだ。死ぬぜリーメル。こっちこっち、ハンマー。ひらめいたぞ。新しい技か。野菜くずも細かくして調味料と混ぜれば。また節約の話か。なんだあの光っているやつは。手ごわそうだがやるしかない。傷を負ったら言いなさいだ。来い味方。昇竜連合弾長くがいい。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。わかった。暴流連合弾。飛ぶ相手は任せて。行くよ。マグナレイ。私に任せて。仕掛ける。バンズトラップ。準備完了。これほど食事を取らないのはいつぶりだろうか。シオンに救われた人はどれだけいるのだろうな。感服する。結構噂になってるらしいぜ。美人のレナに助けられたって。美人だなんて。これはアルフェンもうかうかしてられませんな。
なんで俺が出てくるんだ。レシピの食材が揃ったぜ。じゃあ料理もお願いね。この辺はやけに大物が多いな。水場もあるし餌も多そう。ズーグルには理想的な環境なのかもしれないわ。そんなこと聞きたいんじゃねえって。この匂いは牧場の奴らが育ったな。魚影、今見えただろ。どこに投げるかな。これは期待できそうだ。釣り上げたぞ、大物だ。あんな竿一本で、不思議なもんだ。次はもっと大きいのを釣りたいものだ。釣りでも理想が高いんだな。釣り上げたぞ、大物だ。大味でないといいけど。Thank you.
この一品、重心の位置が絶妙だな。何かね、ジロジロと見て。シオン恒例の衣装審査だ。これがスルドの服。さすがとしか言いようがないわ。質の良さが一目でわかる。シオンにそこまで言わせるとは。指輪の数もすごいな。かつてのもらい物でね、安物だとは言っていたが。安物っていくらくらいなんだ。10万だったか20万だったか。10万って俺の狼が10ガルトだから1000匹分1万匹だよ。ティオハリモを売ったら豪邸が立つんじゃない。ひとまず食べ物に困ることはなさそうね。君たちは盗賊団か何かなのか。どうしたんだキサラ、微妙な顔をして。いや、それがいつの間にか所持金がかなり減っているんだ。こんなに使った覚えはないのだが。ああ、そういえば先日少し使わせてもらった。半分以上の金額を少しとは言いません。半分以上？何に使ったんだよ。思いがけずずっと探していたこの一品を見つけてね。その手元のガラク、いえ、個性的な形のものが。それ、うん、失われた古代のダナの遺物だ。おそらく祭祀か何かに使われていたのだろう。我々レナが占領して以来、この種のものは失われる一方だ。私としてはレナ・ダナの別なく保護したい。ダナの文化を保護。そういうことなら多少は目をつぶるべきなのか。腹の足しにもならないもんに金払っても仕方ないだろう。それにどんな理由であれ、みんなで稼いだ資金よ。勝手に手をつけるのはどうかと思うわ。こうしたものは機を逃すと二度と巡り合わないものなのだが。ティオハリム、お金は湧いて出るものではありません。そのくらい私だって知っている。知っているだけではなく実感してください。だいたいあなたは金銭感覚がなさすぎます。あなた一人の財布ではないのです。野宿をしたり食材を草だけにして倹約するのは私たちですよ。あ、いや、そこまで節約しなくても大丈夫。アルフェンは黙っていてくれ。あ、はい。浪費も倹約もほどほどにしたいわね。アルフェンの炎の剣って火のマスターコアから力をもらってるんだよな。ああ、そうだな。だったらティオハリムはなんで使わないんだ。地のマスターコアをということかな。ああ、だってまだ持ち歩いてるんだろ。マスターコアには300年にわたるレナの支配によって集められた精霊力が収められている。資格を得た者、つまりスルドにしか扱えないとはいえ、放置するには大きすぎる力だ。スルドにしかってアルフェンとシオンは扱えてるぜ。シオンの体に埋め込まれていることと関係あるのかもしれん。
本来起こり得ないはずのことだ。でもなんで持ち歩くだけなんだ。君たちダナにとってレナによる搾取の象徴であるように、私にとってマスターコアは我が罪の象徴なのだ。先達がもたらした苦痛、悲鳴、私の無意の陰で行われた非道、その全てがこの中に凝縮されている。これは我が罪の証。使うことも手放すことも許されるものではない。デュオハリム。それでもあんたはダナ人の死をレナのそれと区別しなかった。レナもダナも等しく血を流し、その悲鳴にも違いはない。私は耐えられなかった、それだけだ。今さら。そういえばリンウェルの言ってた昔話ってどんな話なんだ。ああ、漆黒の翼のこと？大昔のダナの勇者の言い伝えだよ。初めて聞いたぜ、そんなの。私も知らないな。昔、ダナを死の国にしようとした悪い王様がいたんだ。ダナを守りたいという人々の願いを聞いた黒いフクロウは、悪い王様を退治できる聖なる炎を一人の若者に届けたの。その炎で悪い王様を退治して英雄になった若者は、フクロウへの感謝を込めて漆黒の翼の紋章を掲げたって話。レナが来るまではかなり有名なお話だったみたい。私たちが忘れてしまったということか。リンウェルはそうしたことに詳しいのだな。けどさ、炎で悪い奴を倒すってちょっとアルフェンみたいだよな。よしてくれ。それにフクロウに懐かれるならリンウェルの方がよっぽど適役だ。悪い王様をやっつけられたらいいけど、私は勇者じゃないし、フルルの翼も黒くはないよ。フル！よし、できた。みんな驚くぞ。ねえ、この煙何？敵の襲撃？ああ、目は痛いし喉が焼けつく感じがする。なんだ？ガスかもしれないわね。あまり煙を吸わないようにした方がいいわ。ガスだと卑劣な。いや、料理ではないか。どこの世界に
煙だけで喉を焼く料理があると言うんです。だがアルフェンが。敵の狙いはアルフェンなの？なんだと？くそ、奴らの好きにはさせねえぞ。最後まで聞きたまえ。アルフェンが料理をしている。は？もう少し香辛料を増やすか。火加減はもっと強くてもいいな。しまったな、香辛料が燃えてしまった。肉に油が乗ってるんだな。じゃあ裏返してもう一度。ねえアルフェン、あなた何をしているの？シオン、いいところに。ローストチキンを作ってみたんだ。みんなで食べないか？香辛料をたくさん使ったから刺激的でうまいぞ。ちょっと焼きすぎたかもしれないけど。アルフェンの料理が辛い理由が分かったよ。誰か何事も過ぎれば毒だって言ってあげてよ。それが彼の求める味なら無粋は言えまい。料理とは奥深いものだな。リンベル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか？ついてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。プルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな？そんなに老けてるか？不満？じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さんなら、父親はティオハリムか？ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし時々説教臭いし。あとローは弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか？もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でも、そう考えると今の状態って楽しいね。補助体だけどな。そこがいいんだよ。これ以上危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私フルルの訓練に行ってくるね。
ウルル、何かあったら呼んでね。ちょっと寝たい。
出直すべきかもしれない。
いるの？くるーん。またご褒美をもらえたな。まだこれだけいたのだな。ダナフクロウ。なるほど、美しいものだ。私もダナのフクロウはほとんど滅びたものと、当てにならないものですね。いいけど、ここのことは秘密だからね。ああ、分かっている。こういう場所はなるべく知られずに置くべきだ。だが、惜しいな。うまく訓練できれば、素晴らしい合唱が期待できそうなもの。フォロー、フォロー。なんか泣き始めたぞ。アルフェンとシオンが訳してくれるよね。え、あ、いや、前のあれは適当な想像で。へえ、なんかよくわかんねえけど、それやってくれよ。そうか、まあそこまで言うなら。うん。あんなこと言ってるが大丈夫なのか。はあ、しっかりなさい。託すと決めたのはあなたでしょうに。ほほう、ポロロ。ポロロ、ポロロ。俺には仲間を守る責任がある。それで無茶をされては困るのよ。フクロウの会話なんだよな。もちろん、もちろんだ。ああ、それにしてもよくこれだけの袋を見つけたものだ。リンウェルのフルルへの思いの強さの賜物だな。フルルはどの枝に止まるのかな。リンウェル。あ、ううん、なんでもないよ。さあ、まだ止まり木も半分しか埋まってないし、残りの袋も頑張って探さなきゃ。
一休みしないか。もうちょっと本読みたいな。これひょっとして、ひょっとしてじゃね？いっちゃがり。また馬刺しなの？ローはほんと馬刺しが好きだな。手軽だし、その割に工夫しやすいからな。工夫ってどの辺がそうなわけ？玉ねぎと肉の並べ方を変えたり、玉ねぎを少なくしたり、玉ねぎを使うのをやめたり。それは好き嫌いというのではないか？違うって。玉ねぎの入れ方で肉の風味が変わるんだよ。間違ってはいないはずなのだが、どうも言い訳に聞こえるのはなぜだろうな。そうだ、じゃあ私の分の玉ねぎもあげるよ。未知の味に出会うかもしれないよ。リンウェル、どんな味になったか感想を聞かせてね。玉ねぎの味しかしません。ギョーハリム、付き合ってくれるか？そろそろ就寝の時間だ。行くか。なさそうな相手だな。交流レンガさん、勝利に出るぜ。次は大声変色。来るなら来い。こう飛ばれるとやりづらく。決めて、清張。決めたまえ。どこだ。次、勝利さん、レンゲ変色。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。